確かに結婚式のマナー確認しよう完全にそれやんよし友人の結婚式友人だって、えー、嬉えしい友人の結婚式に参列する時に知っておきたいマナーご祝儀は大丈夫お,お呼ばれお呼ばれのよお呼ばれ洋服のマナーいきますネクタイの裏白や,白やシルバーグレーそうなんやタキシードならば黒の状態が基本です しかし近年はカジュアルな結婚式が増えているため、カラーネクタイやストライプ、ドットなどの柄物も問題ないようです。個性的すぎるものや派手すぎるものを避けましょう。なるほど。えっと、会場到着は20分から30分前。あ、大丈夫です。明日僕12時半に起きますテ。テーブルマナーが出てきた。テーブルマナーが出てきました。やばい。赤文字で書いてあるしかも。テーブルマナーで最も大切なことは同じテーブルの方々と楽しくいいコミュニケーションを取りながらお食事をすることです。同じテーブルに年長者や ゲストがいらっしゃらより一層より一層入り忘れないように心がけましょうはいサラトリーは外側からしあ俺これ聞いたことあるぞ外側から使っていいやつだろうこれなんかだんだんこうやって内側に行くみたいなのね俺知ってるぞはいはいナイフやフォークは外側から順に使っていきます食事の途中で休憩するときはお皿の中にハの字に置くのがフランス式ナイフの上にフォークをクロスさせるのがイギリス式ジュニーちゃんの結婚式どっちフランス式かな イギリス式かなどっちかなフランス式か。OK。っていうことはハの字にすんだな。ハの字にで食べ終わったという合図はナイフの刃を内側に向けてフォークをその手前に揃えて斜め4時や3時の位置に置くのがフランス式。イギリスは縦6時。え待って。ナイフの刃を内側に向けてフォークをその手前にここ揃えて横に置くの。 横に置くのかえ横に置くの本当 ?3 時 ?4 時や3時の位置って。だいぶ違うけど、真横か斜めかぐらい違うけど、普通に。4時と3時は。4時と3時に1本ずつ置くわ。ナイフを4時にしてフォークを3時に置きます。食器同士の音を立てな、ね、い。あ、これ気をつけよう。えー、同席のゲストと大声で話さない。はい、気をつけます。周囲と食事のペースを合わせる。<laughs> なるほどね。自分だけがっついたりしちゃダメなんだ。必要以上にお酒を飲みすぎゃ飲まない。 この中で足シ以外マスクをしておくと、死にました。わかりました。いっぱいある。けど、多分今ので大丈夫や。気にしなくても。確かに。まあでも、フランス式とかは分かった。で、ヘズマをお前に任せる。マジで任せる。いや、さすがに、いや、さすがにあいつもそんなやつじゃないよ。いや、さすがにコント思う。なんかその、会ったことある件わかるけど、あいつ、 いやもうそんな嫌じゃないっちゃね。そんな、なんかすごいもう頭のおかしなやつじゃないんよ。意外と。あいつ意外と、ちゃんとしと、だっちゃう喋ったとき。え、やけん、ただ、大丈夫と思っちゃうね。なんかその、いや、大丈夫と思っちゃうけどね。いや、まじまじまじ。あいつ意外となんか、あお疲れ様です、みたいな感じなんよ。え、さすがに、来と思うよ。多分いや、はいつ。 いやでも、いやま、さすがにあいつ来たらもうそれは俺が絶対に許さない。さすがにやばい。いや、さすがに明日来たら俺、ブチギレるけど。<laughs> 明日来たら <laughs>。え、ブチギレるよ。そんな当たり前やろ。先輩の結婚式に意味わからん奴が邪魔しに来たらそれブチギレる。ありえんありえん、普通に。全然だメ。さ、さ、マジで任せろ。わかったわかった。さすがに、そんなのはもう、こっそり、こっそりどうにかする。サイレントキルします。はい。 もう、ヘズマが来たことさえ誰にも気づかせん。俺が一番最初に気づいて、むちゃくちゃこっそり、スッて、スッてサイレントキルしてくれ。任せろ、任せろ。いや、結婚式はさすがに遅刻せん。あでもうありえんぐらいアラームかけた。いろんな種類のいろんなアプリのアラームかけたけん大丈夫。そうなんか、白黒に家のインターホン鳴らせっつったし、もう,もう完全に大丈夫。鍵も開いとけん、最高起こしてもらえる。さなんか、あ、いや、いやご祝儀は一応準備したけど、持っていっちゃダメらしいけん。 一応、うちポッケットかなんかに入れといて、本当に無理そうやったら、もう完全に出さずに持って帰る。<laughs> 一応ね、一応、そう一応、とりあえず準備だけして、そう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 。そうそう、ま、な,なんか、まうう、持ってくだけただやけん、ほら。これなんか、持ってくだけ一応ただやけんさ。これなんかそ、その場の雰囲気見て、そう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 。なんだかんだ、なんだかんだみんなもそうも、持っとったら、 出すし。もう本当にそういう感じじゃなかったら、もう持ってきてない顔する。俺も、お金持ってない顔するのマジ得意やけん。もう先輩と飯行く時とか、いつも持ってない顔しよう。やばいよ。段ボールとかに入っていっと。俺お、お金なさすぎて段ボール入ってますっていうのを演出するために、段ボールに体通していくもん。もうマジで得意。やけん、大丈夫。安心してくれ。マジで俺持ってない顔めちゃくちゃうまいけん。3列車全員と話してねえ、そうなんか。 ウサくない俺みたいなのがさ、めちゃくちゃ話しかけに行ったら、キモくないかなんか、なんか、もう明日の俺の目当ては空気を読もうなんやけど、それ以外何もないんやけど、ああいう場で爪痕を残すのは違うっしょ、みたいな気持ちになっちゃう。なんか、なんか、明日の目当ては空気を読むっていう。ただでさえこういう、こういう見た目やし、こういう感じやけもう端っこで、ちまーく、ちまーくさ、こうなんかガチ初対面やし、な、俺のノリみんなが好きかって言るとそうじゃないやんや、多分なんか。 これなんかさみんなななんんかみんながお俺の絡み好きやったらいいけど別に好きじゃないやつの方が多いやこの絡みってやっけん端でチマーってチマーってしてなんかマリネとか食うわ、うん、多分俺結婚式って大体マリ,ネがマリネかカルパッチョが出てくるイメージないけどマリネかカ,カルパッチョの残りみたいなのをって食べるのが明日のメインのコンテンツのともっとで でさ、結婚式見ながら、ニコニコすると思うけど、ニコニコしながら、もうカルパッチョをつまんでるやつでいいんや。それでいい。向こうがフォイのノリ好きって言ってた。ほんとあ、そうなんだ。えぇ、ー、じゃあ、これだ。明日これで喋ることになるわ。こんにちはーって言いながら、ちくびっーこっちは時計回りで、こっちは半時計回り。今何時かなーとか言いながら、ガチャガチャガチャ。はじめましてガチャガチャガチャ。<laughs> どうもーって言って。 おちんちんは秒針ぐる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 ーって言って今何秒でしょーって言ってこんにちはガチャ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 クソ <laughs> だるいやろちなみにボドニーにはクソだるいって言われたお前マジで乳首ばっか触ってくんなよダリー <laughs> そう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 ボドニーには言われたバーベキューの時はーって言ってボドニーの乳首スクラッチクククお前ほんま乳首ばっか触ってくる何 <laughs> やねん めちゃくちゃやるよ。本当にいろんな人にやるから本当 <laughs> にニ喜ぶ。でも確かに、確かにもうや,やめろやみたいなやめろやめろ、本当みたいない。言った後、俺が別の人と話しおって、チラッと見たらガッツポーズしとった。あれ多分好きやけん。そうそう、俺がわーってしっくれたら、やめろやみたいな。まあほんま乳首ばっかさって,ってで俺がちょっと別のやつと喋った時にチラッと見たら、よし、しゃー、みたいな,たいな。多分、嬉しかったんやと思う。乳首が好き、ボドニーは。 絶対にそう。俺にはわかる。<laughs> なんか乳首触り合ったら仲良くなれんなんか、男子って。だから男子同士ってさ <laughs>。男子同士って初対面で乳首触り合ったら仲良くなれんえ、ん俺これ、めちゃくちゃ美学と思ったけど、そんなことないどんな、どんな人でも、どんな人でもわーって言って乳首触ったら仲良くなると思った。でちなみに銀太オランダ行って一発目に、 一番近くにおったタクシーの運転手にそれやって自分より高い位置まで胸ぐらつかまれとった。わーって言ってすごい屈強なオランダ人タクシー運転手にうえーって言ってオランダ人より高い位置に持ち上げられとった。ボコーンっつって。<laughs> あ、オランダはダメと。こっそりメモしたわ。オランダは NG。乳首 NG。めちゃくちゃキリスですごかった。山みたいな。銀太も銀太で山みたいなやつに。線でいいわざわざ。<laughs> こうし、しょぼいやつに行けよ。あんな、あんなもうなんかどっかのチャンピオンみたいな、上半身馬みたいなやつに。<laughs> そうそう。で、俺らも別に助けるかと思いきや <laughs>、ああ、いつ死んだわ、つって。全然助けん、俺らも。ああ、つって。<laughs> あれはもう、ダメかもわからんね。俺ら多分、ピンチの時助け合わんっちゃんね。なんか、俺さ、昔さ、沖縄にね、沖縄って、まあ、昔か別に先、去年かな。去年の、 秋ぐらいにまあ、んみんなで沖縄行ったっちゃうけど、まあ、去年の秋ぐらいだった沖縄さギリギリ入れるわけよでみ,みんなで海にわーって入ってパチャパチャってしとったら銀太が突然うわっみたいな俺死んだって言い出して何って言ったらなんか <laughs> カツオのエボシがさ銀太の腕にね巻きついたったったかちっちゃい子供の子供のちっこいカツオのエボシがね銀太の腕に ピ,ピピってくっついとって、あ、やばいみたいな、腕が痺れそうみたいな、俺死しいんだって言って、銀太が突然よ。俺、さっきまでわちゃわちゃってし、おう、やめろよ、やめろよとか、この、なんか、貝殻ぶつけるぞってしょったら、銀太が、ああああって出して、おいしいんだって言っやそれと思って。<laughs> って言ったら、ここにカツオのブシがプルって巻き吸いとって、それ見た瞬間に、お銀太大丈夫や、お前っつって、お前、 大丈夫それ見たら、マジ心配やんって言って、みんな一気に砂浜に走っていきよって、大丈夫や、銀タって言いながら、誰も立つ、銀タに、一人も近づかん。誰も大丈夫やーって言いながら、口だけばーり心配しながら、一目散におのおのが砂浜に走ってっとって <laughs> で。で、あれそれ見たらカメラマンだけが、大丈夫って言って、 銀太大丈夫やーって言って近づいていって、俺も刺されたーって言った時、いや、よかったーと思って、やっぱ近づかんでよかったわ。さよなら、二人と思って <laughs>。唯一助けに行ったカメラマン、ぽっこり行かれたわ一緒に、俺も刺されたーしびるととか危ない、危ない、危ないと思って、やっぱりと思って、そうなるわと思って、あんなん絶対近づいちゃいかんわなーとか言いながら、二人走ってきて、<laughs> めちゃくちゃおもろかった。あやっぱ、ピンチの時誰も助けんのうち多分そんな気がするわ。誰も助けん。<laughs>